コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうもチョコレートプラネット長田です。始まりましたチョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。さあ、やっぱキングオブコントの回ですかね。キングオブコントの回しか俺が日焼けした話がどっちか。いや、もう日焼けの話はいいです。もう全然大丈夫です。いや、すごかったね。いや、すごかった。オンエア見ましたけど、だから僕らあのスタジオね、スケジュールで行けなかったんで、はい、あの初めてそのオンエアで初めて全部見たんですけど、うん、面白かったね。すごいね。いや、すごい豪華だった。もう本当にやっぱもう松本さんとさ、一緒にコントできるなんてないじゃん。やっぱさ、番組に共演させてもらうことは増えたしさ、うん、お食事誘ってもらって、うん、ご飯がプライベートでね、ちょっともあったけど、全然違ったね。いや、もう全然違う。やっぱまあ俺がもう本当にもう青春時代見てたまっちゃんっていうか、もうだからあの時のまっちゃんっていう。始まってさ、うん、まあだからブロックみたいなのあるじゃないですか。秋山さん出てきて、ジュリーさん出てきて、俺ら出てきて、はい、日村さんと豊本さんのところがあってさ、はいはい、あのまあ、説明させてもらいます。ありがとうというコントで、うん、まあ、松本さんが考えられたコントで、で、まあ、まあちょっとシュールな感じで、うん、まあ、とりあえずありがとうなんだけど、何がありがとうかわからないっていう感じで進んでいくコントですね、はい。で、始まってさ、うん、なんかその軽く最初リハみたいなさ、なんか流れみたいにやってたけどさ、うん、始まってからの松本さんのバーンっていうあのコント、すごいよね、なんかね、うわっと思ったね、あれギアの入れ方というか、うわ、見てたやつだ、見てたやつや、まっちゃんだと思ったな、なん時は本当松本さんじゃなくてまっちゃんだと思ったよな、うん。いや、ほんで、まあ、俺らのところはあれ各パートパートでもうお任せでみたいなの来てたのよ、うん、うん、もうボケはもう、まあ、こういうおめでとうにちなんだ感じで、あとはでもお任せですみたいに言われたから、なんかもうだから俺の考えたボケをそのまま松本さんのコントに入るっていうのもまたすごいことで、すごいよね。いやー、すごい。いや、もう本当にちょっと野田クリさんが言ってたけど、ツイッターで、ゲームクリアやと、ゴッドと一緒にいや、マジでゲームクリアやっていうのは、ある意味マジですごかった。いや、すごいわマジで。あれはもうだってないもの、だってお、まだ焼き付いてる、焼き付いてる、テーブル越しに焼き付いてる。なんかあの、いや、すいません、あの、なんか、はい、なくして持ってこなくて、うん、すいませんって言った時、松本さんのうんって聞いてるやつ、顔受けてくれてる、その、うん、こっちの、うん、あれはやっぱすごいなと思ったな。だから最後さ、みんなぶわって寝てるっていうかさ、うん、感じになってさ、俺ちょうど松本さんの後ろやったの。あー、ちょうどいいとこで映ったね。ちょうど、ま、松本さんの後ろで、松本さんの後ろがこうバーって見てるのが、なんかラッキーだった。ラッキーだったし、わーもうわーって感じだったな、本当に、うん、もういいですわーって思ったもんな。みんな言ってたもんね。うん、バナナマンさんとかですら言ってたもんね、日村さんとか。いや、ほんまそれ。だってないもの、松本さんとコントできるなんて機会。うん、もうだからまあ、もう本当いっちゃ上がりだよね。うわ、もういっちゃ上がり。芸人としてはまあもういっちゃ上がりですよね。やっぱ雲南さん、まあ、だから内村さんとも、うんうん、ああそうね、だからライフ出てきて、うん、やっぱその時も俺やっぱうわーと思ったもんな、うん。でも内村さんはだからまだ変な話、コンスタンスにやられてるじゃないですか。まあだからそのまあ、まあ、タイミングが良ければひょっとしたらあるかもしれないですけど、うん、松本さんもやらないじゃん、全く。もうやんないのかな。いや、でもあれやってほしいけどね、年一ぐらいで。年一、2年に1回ぐらいか。 もっとレアパターンとかでもいいのかな。でもそう、やっぱでも誰よりも一番やってほしいと思ってるの俺は濱家さんだと思ってるけど、やっぱ。いや、まあまあそりゃそうだあれはやっぱあれ上がってくるんですよ、誰がこのコントやるっていうので
松本さんのコントでまず、うん、チョコプラさん、うん、コンビで、うん、来てますって、うん、やったー、うん、うわー、ちょっと延長させてください、ちょっと延長させてくださいよ、でで、もう2本やるって聞いてたから、うん、もう1本はどういう感じなんですかって、うん、誰とやるんですかって言ったら、うん、あの松本さんと濱家さん、うん、ね、でうーわー思ってすっげーと思って、多分濱家さんも震えてたんだ、いや震えてるよ、いやでもあれで、いやあれは本当にね、できてたらもうすごいやろな、すごいと思うよね、それがやっぱ、でもちろん小峠さんのやつめちゃくちゃ面白かった、めっちゃおもろかった、めっちゃおもろかった、どうなってんのかあれも全然俺らも知らないけど、だから小峠さんと濱家さん絶対違うからね、絶対そうじゃん、うん、だから変えてるんかな、うん、いやでもあれだから俺見に行こうかと思ったの、俺サジオ、ああはい、はい、多分誰もやってなかった、見学なんかしてなかったでしょ、ああ確かにね、多分俺別にしていいもんだと思って、ああなるほどね、行こうと思ったけどなんかいろいろ準備があって行けなかった、ああ絶対見といた方がいいじゃんそんなの、いや見たかったな、いやだからもうめっちゃ長かったもんね、カットされてたけどさ、うん、それぞれのコントが、すごかった、でその松本さんのありがとうを思った、30分ぐらい回してた、30分ぐらい回したし、あの秋山さんのやつもめっちゃ長かったよ、ロバートさんのやつめっちゃ長かった、あれオンエアされたやつの倍以上ありましたからね、もう秋山さんやっぱもう自由すぎて、うん、本番前とか松尾こうこうで、うん、こんな感じのやつあるかもしれないからって言って、うんうんうん、分かりました、じゃあこうじゃこうでいいですねって言ったけど、もう全く関係ないことびっくりしちゃった、マジでフルで見たいよな、だからあのありがとうのやつも全然フルで見れたのよ、うん、ね、うん、いやだからロバートさんのやつもフルで見たかったな、でどっかで見れるんだっけ、パラビで見れるってこと言ってたっけ、えフルでは見れへんのじゃん、なんかそんなこと言ってたんだけど、あそうなの、なんかこっちでは片付けやそうと、どっかでフル尺で行くかもみたいな話してたような気がしたんだけどな、いやでも結局やれへんちゃうから、そうだっけ、まあ、っ見れんのかな、まあ見れたらいいですけどね、パラビとかで、いやー焼けたな、焼けたね、うわだいぶ、まあ、これ7分半ラジオいやちょっとやっぱテンション上がっちゃったっていう、それまで、はい、はい。